2015年のスーパー GT は、2015年4月4日5日に、岡山国際サーキットで開幕し、同年11月14日15日にツインリンク、モテギで閉幕した全8戦のシリーズである。2014年8月の暫定カレンダーの時点では、前年とほぼ同じ日程が組まれていたが、2015年1月に大幅な日程変更が発表され、前年は10月の開催だった。 タイラウンドが6月に移動して、第3戦となり、代わりにオートポリス、スポーツランドスゴの2戦が秋に移動した。これは、タイガーの主催者からの要請によるもので、他のレースとのバッティングに加え、2018FIFA、ワールドカップ、アジア予選の2次予選と日程が重なる恐れが出てきたため、ただこの変更により、ルマン24時間レースのテストデート日程が、重ならなくなったため、 日本人ドライバーにとってもメリットがあるという GT300 クラス j ャ f g t 規定では前年はタイラウンドでのスポット参戦として導入された GT300 マザーシャシーを用いた車両が本年から正式にエントリーできるようになった FIAGT3 規定では前年から使用しているブランパンシリーズのボップについてブランパンシリーズ主催のステファンラテルオーガニゼーションと GT アソシエーションとの間で連携し、スーパー GT での結果を反映させる形でより、公平な BOP を策定することで合意した。具体的には、3月に行われる SRO のポールリカールでの BOP テストで基準となる BOP が作られ、それを適用した形で、岡山でのスーパー GT テストを実施、その結果が SRO に送られスーパー GT で適用できるように、 再調整する形をとる。ただし、タイヤに関してはミディアムを基準として設定され、それをスーパー GT に合わせることで、基本的にタイヤの差がボップに入らないようにするほか、ウェイトハンでも従来のまま加味されない形となる。予選方式従来通りの9-1、9-2の2回によるノックアウト方式は変わらないが、9-1において、 従来は g t 三百クラスの走行終了後直ちに g t 五百クラスの走行が行われていたが今年から g t 三百クラス走行終了後に五分間のインターバルを設けることになった g t 三百クラス g t 五百クラスモータースポーツジャパン二千十五で展示された本題の SX コンセプト GT g t 三百クラスなお年間エントリーが g t 五百が十五台 GT300 が29台、K44 台となっており、登録全チームが出場した場合、コースごとに設定されている最大出走台数を超過するレースが発生する。このため、GTA 代表のバンドをまさはレースによっては予選落ちが発生することを示唆している。2015年により、新たにサポートレースとして FIA 界4選手権のレースが開催される。 タイラウンドを除く前線で開催され、1大会2レース制が採用される。タイアイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン GT500 クラス GT300 クラス GT500 クラス、GT300 ク, GT ク, GT クラス。ありがとうございます。